海運橋上路海運橋橋梁、橋脚海運橋は、奈良県伊駒郡三号町大技、南畑、市議山聖の大門池に架かる橋、三里町大技、南畑とへぐり町四季山を結ぶ、四季山町ごま五こ寺の参道である。2007年に土木市場の文化財的価値が認められ、日本国の登録有形文化財に登録されている。 1930年に大阪から杉山へのアクセスとして杉山急行電鉄が開業したが、杉山門駅から長後村支寺の間に大きな谷があり、大きく迂回する必要があった。そうした不便を解消するため、熱心な信者であった旧松尾橋梁株式会社の社長が杉山に寄進したとのこと。三里町川にあたる橋南端の親柱には、 昭和6年12月春光と刻まれている。トレッスする橋脚を用いた、カンチレバー橋であり、日本では最初期のもので、現在でも非常に珍しい形式である。外観は朱塗りされ、欄干には、市議山のシンボルである虎のイラストが随所に施されている。地元 NPO 法人等により支度盛りなどの、環境整備、ライトアップ、登録名板の設置などが行われ、 また2011年には80周年記念イベントが実施されるなど近代解散の保護と活用が地域に活力をもたらす恒例となっている。ありがとうございます。